時刻は6時57分です。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。長谷川さん、おはようございます。おはようございます。うん、令和に変わってから初登場ということになります。皆さん、連日ご苦労様でございます。ゴールデンウィークはこの、ゴールデンウィークはい。 10日のうち6日ゴルフしてた。ゴルフ残杯焼けてますもんね。だって。こんがりとね。こんがりとちょっと。泊まり込んでやってた。泊まり込んで。待っちょっとまたもう食欲がないかわからない。シニアゴルファーじゃないですか。そうそうそう。どこ行くんですか。茨城です。茨城に。なるほどね。その道中でもラジオ聞いてください。はいはい。小原三明さんやってたよね。聞いてました。聞いてます。はいご苦労様です。 5月7日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。長谷川さん、おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。 長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです北朝鮮の飛翔体発射をめぐり日米首脳電話会談安倍総理大臣は昨夜アメリカのトランプ大統領と電話会談を行いました会談では北朝鮮が今月4日に発射した飛翔体についてアメリカ側から詳しい内容を聞き発射の狙いなど今後の対応を協議しました 今回は安倍総理側から持ちかけた電話会談と、えー、当初は7日に行う予定で調整していたんですが前倒しをしたということでありました、うん、さあまあ被傷体と言いますけどこれね私もういよいよ追い詰められてきたなとなんか死に滅裂になってきたなと北朝鮮がねええ。て ん、この間金正恩さんは、はい、年末までに第3回の米朝会談をやりたいと<ー>いうことを言っているわけだよね。 その一方で、まあ、今回こういう飛翔体やると、はい、要するに、まああの、やらないんだったらまた敵対するぞっていう、うん、まあそういうサインとも読めなくもないけども、はい、でもこれ、別にロケットでもなさそうだし、はっきり言って意味不明、<ー>一体どうしたいの、あなたはということがよくわからない。 でこれ発射したところで何か情勢変わるのかって言ったら、はい、何も変わらないわけですよね韓国も含めて。はい えー、ということはね、政治的な行動、一般的に考言えばですよ、うん、何かやるっていうことは、目的があって、はい、その通り自体が動けば、うん、何かあえて冒険してみる価値っていうのは、まあ、あるわけだけど、はい、今回のことに言うと、正体発症しました。だからどうなのっていうね。う要するに、みんなが相手にしないってこと分かりきって、あの、大したことないっていうのは分かりきってることを、あえてやるというのは、はい、あえてやったんじゃなく、やらざるを得ないと、<っ>それぐらいしか。 はい、というふうに読めるんですよね私には。うん うん、あつまり、金正恩氏は比較的本気で考えてはいないと思うけど、はい、米朝交渉はやりたいよね、制裁解除のためにと。えー、それがまあ一方で強く、まあ、彼の本音としてあってでも、差は去りながら、はい、あんまりその妥協的な態度というか交渉に臨む融和的な態度を示すと、うん、国内の強硬派から突き上げを食うということもあり、はい、どっちにも動きが取れない状況でもともと,もとあったわけですよ。うん、でそこで今回 どっちとも取れる、どうにでもいいような飛しょ体を発射して見せたということにすぎないと、だから言ってみれば、私は自ら置かれてる苦しい立場をね、告白してるようなもんだというふうに思これだけ短い射程のものであれば、アメリカ本土には到底届かないし日本にも届かないし、相手は韓国のみと、国内の強硬派には、俺やってったぞう うそう多分まあ、メリットというか、目的としてはもうそこだけ、国内の強合派を、俺だってまだ戦う姿勢を見せてんだぜっていうことを見せるっていう、そこぐらいしかちょっと考えられない。 ということは逆に言うと、おそういうこ極硬派に配慮しなければならないような立場になってきたと、はい、今ではだってさ、命令以下で何でもできたわけじゃない。い別に自別に、ね、自,自分のジェスチャーなんか示す必要なんかないわけだよ、いや嫌だったらあの、要するに処刑しちゃえばいいんだから。そうですね、うん、自分の叔父だって処刑,を、ねまあ、処刑しちゃって、でもそうじゃなく、はい、そういうポーズを取らなきゃいけない。 ということはあ自分の足場がそれだけ揺らいできているように見えますね、うん、この先、そうなると、まあ、12月まではそのアメリカの出方を待って第3回をや,るやりたいと言ってますけれども。 これアメリカとしてはどう動くというかこのまは待ってればいいだけですよね、つまり12月なんて言ってるけども、はい、実はそれまで北朝鮮の情勢改善するかというと、あの経済制裁が相当効いてる、例えば国連の報告でも、はい、あのいよいよ飢餓状態、食料が、はい、あのかつてのピークぐらい。 2にまで食料事情が悪化しているという報告が出てますよね、はいえー、だから配給がどんどん減ってる、えー、この夏以降もどんどん減るんじゃないかというような見通しでしょうということは12月ぐらい までがもう本当にギリギリのところまで来ていてまあ情勢をだから打開せざるを得ないくなるだろうと、まあ、だから安倍総理もそこをにんで、はい、あえて条件をつけずに私はあってもいいよとまあ誘い水を流しているとまあだ今そういう局面じゃないですかね、はいえー、まずは北朝鮮情勢について日米電話首脳会談というニュースでした続いて C の日本放送ニュースです <music> おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸宏さんこの時間取り上げるニュースはこちらです米中交渉の決裂を警戒しアジア各地で株価大幅下落 アメリカのトランプ大統領は5日、ツイッターで中国からの2000億ドル相当の輸入品に対する関税を今の10%から25%へ引き上げる方針に言及しました。これを受け、中国・上海の株式市場は一時6.5%余り下落しております。他のアジアの株式市場も売り注文が加速し、先週末と比べシンガポールが3%、香港が2.9%、台湾が1.8%、ベトナムがおよそ 1.6%の下落でしたトランプ大統領は現地6日朝、日本時間昨夜ですが、ツイッターに中国に対する多額の貿易赤字について申し訳ないが、これ以上認められないと投稿し、強硬な姿勢を崩しておりません、でニューヨークの市場なんですが、ダウ平均、あのー、取引開始直後は400ドル以上下げて、うんお、これはかなり下がるかと思ったんですが、結果 結果、市場が閉まったタイミングでは、先週末と比べ66ドル47セント安、2万6438ドル48セントで取引を終えております。まあ、あ終わり値ベースで見ると、小幅に下げたという形でありますね。そうですねま、えー。まあ、というわけで、今日のに東京が注目されるんですけども、そうですね。<laughs> まあ、それはマーケットにお任せするとして、はい あのー、これ、どういうふうに見るか、つまり、一部では、まあ、大方の見方は大、トランプ大統領としてもうさ、最後一発脅してですね、はい、それで何とかまとめようという、まあ、そういう、まあ、いわば脅し、はい、のセリフじゃないかというふうに見られてるんですけど、はい、私考えしもそうでもなく、そうでもない。 <laughs> 結構これガチンコかなと、やっぱり。<ー>というのは、なんでこれ揉めてるかっていうとですね、はい、一番大きいのは、あれですよ、あの、中国が知的財産を守ると。うん あの、はい、言って、法律も制定させたわけだけど、うん、それは本当かと。はい。で、もしも違反したらどうすんだよと。ええ、その検証する仕組み、それから違反した時の、はい、あの、事後措置。うん,う,んう,んうん。これをめぐって、まあ、まあ、対立が残ってる。一番大きな問題ね。まあ、他にも裁判の問題とかありますけど、はい。まあ、これが一つと、もう一つ中国から、側から見る、こちらがむしろ重要ですけど、うん。中国から見ると、妥協、妥結したならば、はい。2500億ドルの の制裁官で全部やめてくださいねということだったわけですよ、はい、ところが大統領としたら、あのそんな,んな甘いことをしたらですよ、もともと怪しいのに、ますますあの甘くなっちゃうじゃないかということで、うん、2500億ドルはまあ維持しますっていうところが、まあ、もう一番大揉めに揉めてたわけですね。はい とでそういう局面で何が出てきたかというと、うんおに、維持する、ただ維持するどこじゃなく、はい、追加政策関税を10%から25%に上げると、ええ、の残っている3750億ドル分についても25%活動と。うん、だからむあの 関税を撤廃するどころか、はい、逆にもっと厳しくするぞっていうツイートだったわけですね。ーハードルをぐっと上げる。上げちゃったわけですよ。だから、となると、これはやっぱりガチンコだなということが、まあ一つですね。それから、あのじゃあ、それを受けて中国がどうなったのかって言ったら、一旦、えー、じゃあ,あの、予定されていた協議はちょっと中断という報道も流れたんだけど、やっぱり行くわという話になり、9日ぐらいに到着しそうなんですね、この留学復習。はい との協議がでも10日に終わるって話ですから、いうん、50期間はずか1日だと、はいえーで、もしそうだとすれば、ですね、えー、中国も最終妥協しないというふうに公式声明ずっと言ってますから、うん、ということは中国側も自分たちの最終的な態度っていうのを通告しに行くと、うん、となると両双方がやっぱガチンコで、はい、これはまあ決裂に近いと。うん はい、まあこういう状況になるのかなと思いますね、<ー>いずれにしてもこれ、中国がね相当気にしてることは確実、はい、なぜかといえば、この報道自体を国内で報道するのを止めてますから。 報道統制をしてるらしい報道統制、ね、報道管制までしてる。はい、ということはね、あの、習近平体制にすると、はい、この問題で甘いことをすると、甘い態度を見せると、うん、自分自身の政治的基盤が危うくなるっていうふうに思ってるってことですよ。つまり、なんだ、一方的にやられてるんじゃないかという話になっちゃって、はい、習近平弱腰だと、えー。弱腰だということになっちゃって、うんえー、それがひいては体制批判につながりかねないと思ってるからこそ、報道管制今時ね、報道管制するは てどうかしてると思いますがネットがこれだけ発達してる中で思いますけどもあえて報道観戦してるはい というのは、これはね相当妥協できないということです、つまり2500億ドルの完全リフトアップしてくださいよって話は、もう絶対なんですよね<ー>、えー、この間、実は関平さん、中国問題専門家の、えー、関平さんともちょっとある番組で話したら、はい、関平さんもそこは言っていて、えー、これはあの習近平体制のメンツにかけて、2500億ドルのやめるっていう話は譲れませんと、<ー>ところが大統領、こういう姿勢ですからね、そうですねこれはもう完全にもうコリジョンコース、ー衝,突衝突コース。 これで他方で、あのー、一部報道されてますけれども、えー、南シナ海でここの重作戦をこのタイミングで、駆逐艦2隻、はい、はい、ア,2アメリカ軍は出してやっている、いろんな面からこう、そうですねであの、台湾海峡にもアメリカ軍艦ずっと派遣し続けてますね、だから、それからもう一つは、この辺で安倍総理と会ってますよね。はい 大,大統領、日米首脳会談でやってるしょで、ゴルフもやってるでしょ、あの時きね、安倍総理、相当ね、大統領にねじ巻いたと思う、うんうん、つまり甘い顔はしない方がいいと、徹底的にやった方がいいと、この際、はい、相当も苦しいぞと、あっちは降りるしかないんだからとうんいうぐらいなことは言ったんじゃないですか、あれがやっぱり、あだって、大統領はあのあ心臓来るから、心臓の話聞いてから考えようって、なんかどっかでそれ流れてましたよね。なるほど、えーうん だからそれでこれが出てるわけなんで、これはタイミングとして、だから、これ、総理がねじまいたんじゃないのかなと思ったり、でその直後に、あ他の県ではありますけれども、日米で電話しの会談をやってる、まあ貿易についても話をしたっていうふうにね、ツイートはしていたようですけれども、当然、この話だって出ない出ないわけないですよ、出ないわけないですよ、それはあえて出てないじゃないですか、中国について何を言ったか。 あそこで相当会談してるのに決まってるのに、はい、日本側からそういう報道が出ないっていうのは、出,ね、出ないっていうのは、はい、一応、中国と関係良くなってるっていうのが表の建前だから、日中の関係がね、はい、良くなってるっていうのは建前なので、えー、だからそんなあのねじ巻いてるなんて話は表に出すわけにいかなくて、出てないと、でも実際のところはそういうことなんじゃないのかと。あ まあ、タイミングからすると、うん、だって、それまで大統領甘いこと言ってたんだもん。そうですね。まもなく合意する、まもなく合意するみたいな、えー、とってもいいことになってるみたいな。そのツイートばかりで。したよ、ね、あだったんでしょうでした、えー。で、ガラッと変わったのは総理と会ってからだもんね。うんええー、そして、もう一つニュースですが米、はい、ロの外務大臣と国務長官が、まあ、あのー。 首脳会談に向けていい一歩だと、えー、核軍縮についても協議をしたということでこれなんかの北極にこ、はい、の周辺についての国際会議のタイミングで1時間半ほど、はい、米ロ外相会談が行われたとということでありますその直前にあのプーチン大統領とトランプ大統領電話会談やってますよね, 1>, そうですね1時間ちょっとやってるということですけども、はい、まあ確かに首脳会談への足慣らしということかもしれないけど、うん、あの電話会談で事実上 ほとんどまとまったものは何もなかったですよね。はい、あなたは確かベネズエラ問題が中心だったと思いますけど、はいねうん、ベネズエラについてはあの全然一歩もあのアメリカは<っ>反大統領派を支援し、はい、ロシアは大統領派を支援しという関係になっていて、はい、ここが全く妥協成立してないと。<laughs> はい、でまあ他の問題でもシリアの問題でも。 そうだし、うん、まあ北朝鮮の問題では多少、あのまあ、立場の違い、まあ、制裁関税、えー、じゃなくてあの制裁を一部、はいえー、段階的に解除しろみたいなことでちょっとは違うけども、うん、いずれにせよ、米ロの間では、はい、まあむしろ対立のが対がよいのが多い,いとなるとまあ首脳会談ってまだちょっとできるような環境じゃないんじゃないのかな。あ<ー>えー まああの2018年、去年の6月にフィンランドのヘルシンキで一度会談を行って、それ以来のものがあるかどうかっていうとことですか、これはなかなか難しいそうですすね難しいいと思ま一部報道では、ロシア疑惑についての調査がまあ一段落した、はいはいはい、だからまあ会えるんじゃないかということだけど、うん、まあロシア疑惑、プーチン大統領自身が言ってますけど、はい、あれはつまらない話だったねと。 ということで終わっちゃって、うんえー、いますので、はいまあ、ロシア疑惑が一段落したから、じゃあ、会いますかっていうのも、まあ、ちょっと考えにくいかな、うんうん、まあ、あのー、アメリカとしては大きな大局観で言ったら、はい、というのは、何せ中国とのガシンコなんで、ロシアとはあんまり緊張を、対立を煽るようなことはしたくないっていう気持ちはあると思いますね、そこはプーチンも一緒だと思いますけど。 その意味で、この外相でパイプは残てそうそうそう、そういう感じですね、まず接触はだから、首脳同士の電話協議に続いて、米露の外相レベルっていう、そういうことでずっと地ならしをしている段階のように見えなんかそう考えると、嵐の前のみたいな、各国準備をしている感じがありますね。 えこの時間はジャーナリスト長谷川幸郎さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方この後も長谷川さんにお付き合いいただきます日本放送飯田康二の OK 康二アップ教えてニュースキーワード 時刻7時27分になったところです。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸宏さんです。長谷川さん引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。アメリカが中東に空母打撃軍派遣へアメリカのボルトン大統領補佐官は5日、中東地域に空母エイブラハム・リンカーンを中心とする空母打撃軍を派遣すると発表しました。 ボルトン大統領補佐官はイランによる数々の挑発的言動に対応するためだと述べ核・各ミサイル開発やテロ支援の阻止に向けイランを強く牽制する狙いがありますはい、はい、イラン産原油の全面禁輸一部にかかっていたあの猶予期間というのが5月2日に止まっ 全面禁輸だと、はい、制裁を強化しております、うんうんあのー、日本もそうだったんだけど、はいね、適用除外だったものが、ですね、はい、日本に対してもイランとの取引はやめろと、うん、いうことをついこの間、あ決めたばっかり、はい、で今度、この空母、えー、派遣なんですけども、これちょっとね、分かりにくいんだよね、つまりなんでこのタイミングで、そんな空母なんていう大げさなものを、 中東に派遣するのか、はい。 まあ、ボルトン補佐官は数々の挑発的言動と牽制するってあって、ええ、数々ってさったってさ、はい、なんでこのタイミングなのとこの、うん、つまり数々って言ってる通り、うんはい、挑発的言動はずっとあるわけじゃないですかまあそうです、ね、そ,れでそれにもかかわらず、うん、このタイミングでっていうのがちょっと分かりにくいなっていうふうにまず私はまず思います。はい、で、えー、基本的なな立場はど,んなどううっ,っていい、まああのかとイランは は核とミサイル開発をずっとやってますよねとでとりわけアメリカがあの制裁あの合意から離脱した後はそれじゃあということで一部、あの核施設 再開したっていう報道もまあ出ている、はい、まあプラス、あとはテロ支援、各国のテログループを支援してるでしょっていうことに対して、アメリカがまあ反対してるっていう、まあ、これが基本の構図ですよね、はい、でこれを見るとね、私、どこやらの国をやっぱりすぐ思い出さざるをえない、お<ー>つまり、核ミサイルとテロ支援、はい、これ、どこだと、東アジアでいうと、<laughs> えーえー、これもう言うまでもなく、北朝鮮なわけですよ。はい、で私が思ううののはアメリカのこう 中東の行動って、いつも東アジアを意識してんじゃないかと。つまり、えっと、あれは、2017年だったと思いますけど、はい、大統領が就任して、すぐの年に、4月に、中国の習近平国家主席と初の首脳会談を、あの、例の別荘で、やってた真っ最中に、何があったか、あの時はシリアに、トマホーク、50 一発とも二発とも言われてますけど、トマホークを発射したわけですね。ね。あれあの時はあのは、関係者の話で、これは要するに北朝鮮に対する牽制だっていう意味もあったんですよね、つまりあの時結構緊張してたから、だからシリアに対する攻撃が北朝鮮っていうことをイメージしてるってことはですよ、今回のこのイランの話だって、イメージしてないわけがないい。わけがない。政策局者のの頭はだい一緒ですかからら私 連動してるっていうふうに見ていて、うん,うん、つまり、これは、まあこ、この前回は、まあ、シリアをやったけど、まあ、今回はイランもやっ。 はいえー、イ,イランにまあやってというか、まあ派遣して、でですね、えー、でいざとなったらアメリカってやっぱ力をもうつ使うんだぜと、うん、いうことを、あのイランはもちろんのこと、はい、北朝鮮に対してもそれを示しているという,う,いうふうに見えるのかなと、見るかなと、一粒で二度おいしいみたいな、ね、あそ,うそうそう、だってボルトン大統領補佐官って、そういうふうに発想する人だからね。あ<ー>えー もともとイランに対して強硬というのはもちろんですが、ええええ、北朝鮮に対してもボルトンさんは、ええ、まあ強硬な強行です政権の中ではまあ最強硬と言ってもいい、ええ、そう、最強硬ですね、だから今、ほとんど北朝鮮に対してはもう強硬路線の人ばっかりですよね、ええ、でだからあの、まあ、こうそれが基本だとすればね、はい、中東で起きてることって、やっぱり東アジアで起きてることをやっぱり絶えずに睨んでいて、それとの方程式でどういうふうに見るかということなんです まあ,あ2017年の春先から夏秋にかけてっていうのは、それこそ空母だけ軍3つ、アジアの近くにいて、いつなんどき何があっておかしくないっていう状況で、うん、つまり、ほら、さ一番最初の本ニュースで言ったあの例の飛翔体ですよ、はい、飛翔体やったじゃないと、アメリカじゃあ、それに対して無反応かって言ったら、そんなことないぜと、うん、やるときはやれるんだぜと、まあ、今回はじゃあ中東に出すけどさと、飛翔体ぐらいだったから、その程度に派遣ぐらいで止めておいておく。 けどさと,、ええええということかもしれませんねなるほど、えー、アメリカが中東へ空母と駅軍派遣今日のキーワードでした時刻は7時35分です ニュースについて、メール、ツイッター、いろいろいただいております、米中のこの対立について、うんえー、ズニアさん、ツイッターです、これってリーマンショック級になるかもしれない、経済不安定要素ではないでしょうか、もちろんそうですね、株が一時、だからニューヨークで400ドル、はい、安いにいったっていうことが、よく示しているように、うんはい、米中協議がもし決裂なんて話になったら、<ー>これはまあ、株価はもちろん、 大幅下落でしょうし、うん、それから中国経済は大打撃なので、今でも減速している中国経済がさらに減速は必至と、はい、となると日本経済にも影響必至で、中国向けのいろんな輸出が下がってきますねと、うん、もうすでに下がってるわけだけど、はい、なので、そうするとやっぱりこれはリーマン・ショックに迫ってくると、うん、となるとすぐ思い出すのが、やっぱり消費税ですね。消費税 今月から、うん、まあかなりあのいろんな指標が出てますので、ね、そこは注目ですね。さんです <laughs> 時刻は7時42分に今、なりました。 お送りしております日本放送飯田浩事の OK 工事アップ。お相手、私日本放送アナウンサー飯田浩事と、新庄一華がお送りしています。今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸宏さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ,プ,アップ令和元年の政局を占う。 10連休明けの国会は夏の参議院選挙を睨んだ与野党の攻防が6月26日の会期末まで繰り広げられる見通しで参院選に合わせて衆院解散による総選挙の可能性も取り沙汰されており国会は終盤まで与野党の駆け引きが続きそうです ダブル選挙っていうのもね。さっきのその消費増税問題。はい。ええー、まあこれと連動してるわけですよね。えー、まあ増税延期となったらまだダブルでしょう。えー、<と>はい。 うん、そうすると、まあ、日にちがどうなるのか、うん、前倒し説と後ろ倒し施、はい、まと両方あって、後ろ倒し説だと8月のお盆あと、えー、っていうようなことですねまあ法律、えー、まあ解釈上はそこまで延ばすことは可能だと、国会を、えー、参院の任期ぎりぎりまで延ばせばということですが。えーはいはい ただ、まあ、その話とそれからもう一つはあの政権側から考えるとやっぱり野党の共闘体制が、はい、あどこまで整うのか、はい、整わないうちにやりたいというふうに思うのは当然ですよね。今の段階どうなっているかというと、まあ、立憲民主党の枝野さんも お参院の一人区、それから衆院選はもちろん小選挙区、はい、もうにらんで、校舎調整しようよっていう話を言ってはいるけれど、はい、口では言ってるけども、立憲は今の参院選にらんで何やってるかというと、他党からの引き抜きとかね、うん、や,っやってるわけですよ、うん、要するに社民党の区議さんを、はい、国政に持っていくとか、うん、あなどなど、ね、だから他党から見ると、なん <laughs> だよと口で言って 言いながら実際はすごくこの、ね、敵対しているわけでしょっていう、うんまあ、一本釣り,りするなっていう話ですよね、<laughs> はい、まあなのであの、となると、ますます総理としては、これは解散して一発やりたいよねっていう誘惑に駆られ。 ますね。かられる。かられる。うん、やっぱり、えー、あの、まあ、僕らから見ると、増税問題とか、ということが結構大きい。大義名分何なのかとかね。はい、まあそういう問題は次々行くんですけど、えー、実際権力握った人の頭のを考えれば、うん、要するに相手がどういう状況だっていうことが、はい まあかなり大きいわけですよ、うん、まあはっきり言って半分以上それだって言ってもいいんじゃないのかな。となると、まあ、野党の状況がそういうことだとすると、はい、ま,あますますそっちの方に傾いてくるかというふうに、当面、うん、は見えますね、そのことが一つと、まあ、もう一つ、ちょっと先の長い話、まあ、せっかく令和入ったんで、はい、先の長い話もちょっとしておきますと。うん あのどうなるかというとですねえまあ私は先の長く高い状況を見るときはやっぱり日本の状況って世界の状況にあの規定されるというふうに見るのが基本で,で世界の状況で見ると北朝鮮、金正恩体制いつまで持つ持たないでしょうとだから中国も今日ずっと米中間対立の話やってますけどまあ中国も一党独裁いつまで続くのかこれはまあやっぱり基本的には続かないと思いますな。なぜかとというと 一番大きな理由は、やっぱり情報が流れるってことですよ、はいうん、いくら報道管制敷いたって、やっぱり流れる、うん、となるとあの、独裁体制では持たない。 はい、さてそれで北朝鮮と中国がもしですよ、うん、あの共産党体制崩壊していくとなれば、何が起きるか、私は野党が壊滅状態になるというふうに見てるんです、<ー>日本の野党、おおおはい、なぜかというと、うん、あの野党の皆さん、中国とか北朝鮮とかって言わないじゃない、ほとんど、脅威を、はいうん、で、何言ってるか、安倍政権は戦争準備してると、こればっかり言ってるわけですよね、はい、実際、今の参院選だって、例の安保法制廃止法案を。 はい、を出ししてるでしょ、うん、ということは、安保の問題ぐらいしか野党って、うん、あの対立軸がないんですよ。あ政権見えない政権に対して安保の問題しか。ところがですね、はい、もしも北朝鮮なり中国なりが崩壊してしまうと、うん、肝心要の,の敵 はい、戦争する相手みたいなものはなくなっちゃうとなると野党は結集軸がなくなるしうんそもそも今野党が安倍政権に対立している一番の理由っていうのが。はい 消えててななくなってしまうわけいや,やっぱりピンボケの主張になっちゃうわけですよ、戦争準備してるなんて言ったって、うんはい、そんな状況じゃなくなってしまえば、もちろんこれ30年、40年、そういう話ですけど、そうだとすると、私は野党のガラガラ,パンガラガラポンが起きて、うん、ようやくま,じ、はい、まともな政策論争をする。 そういう野党に生まれ変わってくるんじゃないのかと、と見るんですね、まあ、長い射程です、けど今は、まあ、ある意味、細かい野党がこう連なっている状態がある意味、一つにまとまっていく方向につまりね、あのー、東アジアは冷戦構造がずっと残ってたわけ。 ですよ、いまだにね、うん、北朝鮮、中国の問題で、はい、だからあの安保、安保を軸にした与野党対立ていうのがずっと起きたわけですよ、ところがもしもあの冷戦態勢が最終的になくなると。はい いうこととなると、日本の与野党関係もやっぱりガラッと変わらざるを得ない、うん。要するに、まともに現実的に考えていくことで政策を競争していくっていう、でその中で政権交代も起きるというような体制に変わって、はい いいいかかざるを得ななんんじゃないのかと思うんですねん例えばじゃあソ連崩壊したとき何が起きたか、はいあ、冷戦終結でソ連の崩壊の前後で起きたことは東西ドイツの統一ですよね、それはまさにヨーロッパにおける冷戦構造がなくなっちゃったから、ドイツが東西に分かれている理由もなくなっちゃった、はい、それで東アジアのかつてのソ連の衛生国は何が起きたか、んみんな EU に入ったわけですよ。東ヨーロッパの諸国は、はい えそれで東、まあ、EU は EU で問題抱えてるけど、うん、まあそういう問題、そういうふうにガラガラと全体の構造が変わっていった、はい、だから同じことが東アジアでももし冷戦構造が本当になくなるのであれば、ええ、これは国際関係もガラッと変わるし、うん、これは必然的に日本の,あの国内の政治体制にも影響を及ぼさざるを得ないだろうっていうのがうんまあ私の。 長い射程での見立てんじゃあそ,のそれだけ状況が変わった中で、ええええ、じゃあこの国をどう守っていくか,るかあるいは反映させていくかっていうことになると。はいはいええ まあ、国のの基本だから憲法の問題、はい、例えば47都道府県制でいいのかどうかあ<ー>あ私はどう修正にしたのかもより効率的だと思うけど、うん、例えばそういう問題政府の役割は何,何かとか、えー、政党の役割とは何かとか、うん、あっていうようなことが問われてきてあの経済政策でまともに議論できないような野党では残念ながらあの退場せざるを得ないっていう、うん、まあそういう。 時代に入ってくるのかなとまあ今まで、うん、まあ確かに冷戦のさらこれ引きずったままっていうのはイデオロギーで対立というか党、ね、うう派制でもうダメだとなったら全部ダメみたいなそういうことじゃなくなってくる。 あの東西冷戦がなくなった後一番主流になった議論は何だったかというと、はい、歴史が終わるって議論ですよ、はい、フランシス・福山の歴史が終わる、あれは何かというと、うん、もう最終的に世界というのは全部が民主主義の体制になるから。はい ああそこで今までの,、うん、あの歴史の発展、冷戦をもとにした歴史の発展っいうのなくなって、新たな形で平和と繁栄を目指すという、うん、まあこういうフランシス・福山の議論だったわけですよ、はいえー、実際そうならなかった、誰、ね、か,かといえばテロが起きたから。はい あだから実際そうはな,ならなかったけれども、うんあまあ、理論的に考えれば、そういう議論だってまあ成立するわけですよね。だから歴史の終わりの議論を東アジアに適用すれば、はい、あ野党がなくなるっていう話でもあるし、もしかしたら新たな脅威というのが登場するかもしれないし、その可能性はあるんですけど、あのー ここはそういうちょっと太い議論を頭に入れといた方がいいんじゃないのと冷戦が終わった後のヨーロッパであったりとかあるいはアフリカを考えると地域紛争みたいなものが非常に増えたとそっちの方の歴史にいくのかそれとも冷戦終結の後直後に起きたことは何かというとロシアがなんと G7 に入ったわけですよまさにこれは歴史が終わっちゃったわけだ。つまり ロシアというソ連という関係がなくなっちゃったことによってロシアが G8 に入ったでも、クリミア侵攻したからロシアは除外されましたけど一時はそういう状況も生まれたわけですよねだから同じような展開が東アジアでも起きても私は全くおかしくない例えば新しい新生中国なり新生北朝鮮韓国朝鮮半島がみんなで仲良く日本と議論しましょうねみたいなことになってもおかしくない。 えー、令和元年政局占うとおさらにいい伸ばして東アジア、うん、あそして世界はどうなるというところまでお話しいただきました、えー、このコーナーを含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページをご覧ください、okay. 時刻は7時52分です あなたの声を届けますリスナーズオピニオンですまあ,あニュースについていろいろご意見をいただいておりますね、えー、増税についてっていうのも、山友さん、とりあえず3党合意っていうのがありましたよねと、うん、まあ今となったらどうでもいいけど、総理にとっては増税止めるあるいは廃止といって野党に下手な攻撃材料にされるのは下げたいのかもしれませんよねと、うん、おいうような読みもいただいております。うんうんはい まあ,あとはそれが選挙というものをにむとまた別の際は、うんうんまあ、いずれにせよ今月のいろんな一連の経済指標出てきますから、はい、まあそこでいよいよ決断の時っていうことじゃないでしょうかうーん、えー、GDP のね、えー、3月の数字が5月20日か月20か、はい、この辺っていうのはやっぱり、うん、山場ですねまあ今エコノミスト予想ではまあ決してよろしくはないということ、えーえーまあ、あと,、えー、と景気動向数う,あそうかもうその手前で出てきます、はい 5月13でしたかね、二週前ぐらいに出てま、ねはいはいはい、間もなくです、それを睨むと、えー、まあやらないんじゃない、まあ、やっぱり延期じゃないのかなと、うんまあずっと私はつぶやいてるんですけど今日もたくさんのメール、ツイッターいただきました、どうもありがとうございました。 お送りしてまいりました。OK コージアップお別れの時間が近づいてまいりました。まずはプレゼントご当選の方発表です。はい、オリジナル防災アルミープランケット三人の方にプレゼントです。横浜市の島紀光さん、埼玉市の岩井俊之さん、横浜市の宮村武郎さんご当選です。おめでとうございます。おめでとうございます。ます <laughs> 明日のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです。今朝はジャーナリスト長谷川幸弘さんとお送りしてまいりました。長谷川さんどうもありがとうございました。 えー、メール、ツイッターご紹介しましょう、こちらはサバ缶さんです、群馬・館林からいただきましたメールです、北朝鮮のミサイル発射実験ですがああいうことをやると自分をなだめすかすような感じで海外から支援が得られるとでも思っているんでしょうか、であればそれが間違いであることを教えるためによりきつい制裁を課すしかないんじゃないかと思います。うーん まあ飛翔体というふうにでって、うん、今はまだ制裁に動いてないっていう感じですか、うんうん、まあ,あの、まあ、形だけやったんで、はい、まあアメリカから見たら、まあ、言い方悪いけどせせら笑ってるような感じじゃないかしらね<ー>何やってんのと <laughs> そんなことやったって誰も驚きゃしないよ、もうと、うん、前はミサイル発射したから驚いたけどさ、はいうん、それもできないってことを証明しちゃったじゃないっていう。 そういうふうに見えますねまああとそのキムジョンウ委員長のまあ兄であった氏の息子キムカというそうそうそこもね重要ね自由朝鮮ねね。あれ何なの一体とアメリカに身柄保護されているという形 FBI がねはいやってる当然 CI も絡んでるだからそこら辺はちょっともう重宝の世界なんではいよくわからないけど そういう動きが世界で報じられているということ自体がいよいよ最終的な段階に入ってきているとも言えなくもないなとそこは要注意ですねそうすると体制の変換をアメリカが主導するつまり、よく言われるレジームチェンジの準備をしていると言えなくもない。 それをこう中国がどう見てるかとかね,えねその辺の差よあってもって、えーえー、まあ中国が今それどころじゃないんでしょうけどというわけでこの時間の相手に放送井田浩二と長谷川幸寛と新業一華でしたこの後はあなたとハッピーですこの後は柿キャラ正し